ヒデさんのどこです、今日やるのはこちら、日動工業さんのファウンドザワンっていうブランドから、アクティブライトうずめご紹介させていただきます。日動工業さんはですね、先日のマイノーミーとかっていうバルーンライトの動画見ていただきました。ああいうライト系を、かなり、多くやってらっしゃるんですけれども、電光ドラム、トランス、溶接機、そういったね、幅広い工具を製造なさってる会社さんで、非常に有名なやつだとポッキンプラグとか、ポッキンプラグって聞いたことありますよね。そんなですね、プロ向けの工具をたくさん販売している会社さんなんですけれども、DIY とか、そのより一般の層の方に、受けるように、作ってるのがこのファウンドザワンっていうブランドの製品になります。そのプロ向けの日動ってね、なんかの緑のロゴの方、あっちでね結構すごいのやってて、屋外型ポータブル電源レイニーパワー徳永とかね、ポータブル電源ゴッツエネル、あとはポータブルつながりかな、ポータブルスポットエアコンエコヤンとかね、それこそ先日の、マイノーミーとかね、その、ぶっ飛んだネーミングのね、製品をいっぱい出してるんですけれども、このファウンドザワン、こちらね、非常に大真面目でございます。どっちも大真面目なんですけれども、こういった非常にかっこいい、パッケージになっているのが、このファウンドザワンの特徴となっております。で、今日紹介するこのうずめっていう製品は、2023年、ジャパン DIY ホームセンター賞ですね、で会長賞を受賞した、優秀な製品でして、よくあるね、こうヘッドライトみたいな、作りをしているんですけれども、ちょっとね、商品説明の方をさせていただきましょう。はい、じゃあまず、てっぺんにですね、ボタンが2つついてるんですけれども、こう押していただくと、ここからですね、はい、今これがローモード、で次ハイで、暖色で、これが今暖色 と、今のハイのダブルのオフと、もう一回いきます。スポット90ルーメンでしょ、でスポットの300ルーメン、暖色ワイドの240ルーメン、ダブルで460ルーメンオフと。で例えば普段俺は暖色で使うぜって言って、暖色モードで照らしておきましょう。でこれで、5秒以上点灯したら、もうこれ、あ、この人暖色使う人なんだって認識しますんで、暖色の後はさっきダブルになったじゃないですか。5秒以上点灯してるんでオフと、次つける時は暖色っていう感じで、暖色ばっか使う人、もしくはそのハイモードでばっか使う人っていうのは、5秒以上点灯した後にオフにすると、はい、ボタン何回もね、ポチポチしないですぐ消したモード、次のモードって感じで使うことができます。はい、じゃあ次、せっかくなんでじゃあハイモードにしましょうか。これ今ハイモードなんですけれども、ボタン長押し、今長押ししっぱなし、パパッパパッってなりますけれども、これ今光の強さがこうぼやーっと変わってるの分かります？このパパッパパッってなってる間がわーっと明るくなって、なーんと下がって明るくなってっていうのを今繰り返してるんですけれども、じゃストップ、これは要は調光ですね。このモードで俺使いたいってところでこのまま使うことができる。いや、もうちょっと暗くしてぞって言ったら暗くなったところで止める。はい、今これ一番暗いモードですね。はい、そんな感じで調光がついてて、これはもちろん暖色でもこうやって同じことができるという形になってます。でもう一つ、てっぺんにボタンがもう一個あるんですけれども、じゃあつけた状態で、もう一個のボタンを押します。そうすると消えましたけれども、そうですね、もう分かりですね、こういった機能っていうのはよくあるんですけれども、非接触なんとか電源っていうのかな、はい、厚手の手袋をしててボタンが押しづらいよとか、それこそ手がシリコンとかね、ボンドでべちゃべちゃな人がこのボタンを押したくないから、こうやってオンとオフができるという機能ですね。これに関しては結構好みが分かれるんですけれども、例えば屋根裏の狭いところなんかいた時は、例えば手じゃなくてもこうやって反応しちゃうんですよね。なので、これがちょっとうぜえよって方もいますんで、この、センサーっていうのはオフにできますんで、そんな感じで使いたい方は使っていただければと思います。
じゃあ説明の方させていただきましょう。なんかヘッドライトに見えなくもないんですけれども、まずはキーホルダーモードですね、腰なんかにカラビナでくっつけていただければと思います。で、これをカチャッと外していただくと、こちら磁石になってますんで、こういった鉄部材に半期、くっつけることができるという形ですね。磁力はね、そんなに強くはないです。まあ、この本体は非常に軽いんですけれども、まあ、これが落ちない程度の磁力かなっていう感じ。でも例えば今これが丸パイプなんですけど、丸パイプ横向きは無理だけど、まあ、縦向きだったら落ちずにくっついてますね。というわけで、まあ、丸パイプだとここにパイプが来るからくっつかないけど、縦向きだったらまあこの2個だけでも、自重を支えることができていると。で、まあ、さっきこのキーホルダーと、まあ、こいつを外したんですけれども、まあ、こうスライドさせるだけ。これがね、ちょっと何ですか、外したりつけたりが下手くそな人が言葉が悪いですね。構造としてはこっちがですね、まずこの穴みたいのが1個でしょ。でこっちがここに出っ張りが2箇所あるんで、まあ、ここにただ引っ掛けてるだけなんですよ。だから外すときは力ずくでパチンと外せば外れるような仕組みになってます。こっちが磁石でどうのとかっていう感じではないですね。カチッと、これだけです。はい、じゃあね、ようやくこの中を、見ていきたいという感じですけども、よし、ネックストラップ、はい、じゃあ首に下げてもらって大丈夫かな、はい、いいですね。はい、ストラップに対して今本体を下向きに、つけてるんですけど、これ上だろうが下だろうがどっちでもいいと思います。でこうしていただいて、まあ、電源を入れろと、はい、正面が照らせますよってことですね。はい、で今このネックストラップに対して、まあ、これが今軸になってるんで、私ここを支点にこうやって上向けたり、下向けたりってやったんですけれども、これはですね、ちょっと今外した方が分かりやすいんで外します。これカラビナでさっきの状態ですね。この状態でもここがこうやってこういうふうに動く作りになってますんで、まあ、上向きだった時も、まあ、ここでね軸にしてこう上下させてもいいし、ここでカリカリカリってこうやって動かしてもいいし、はい、まあお好きなように角度調整ができるっていうことですね。やっぱヘッドライトだとね、こう頭の動きでライトがこう動いちゃうんですけれども、まあ、ネックストラップにすることによって、こう頭を動かしても光らしてる部分っていうのは変わらないんで、まあ、この辺がね、いいとこだなと思いました。はい、じゃあ続きましての、パーツ。はい、三脚ですね。こうやって広げていただくと、背景が黒だから分かりにくいですね。これで、僕で分かるかな。はい、こういった三脚になってます。こうやって簡単に着脱できるのが素晴らしいですね。はい、まあ、これに関しては適当に立たせてもらって、まあ、このネジの緩みでだいぶ上向けたり、下向けたりとか、この辺もこのネジ次第で好きなように首を動かすことができるというわけですね。でね、この三脚がね、ちょっともうちょっとなって思ったんですけれども、まあ、今三脚ですって言ってこうやって広げて、まあ、こうやって置いたんですけれども、この三脚がね、ちょっとわざといきますよ。こう結構強めの、ほら、まっすぐになろうとする力が結構強いんですよ。なので例えばね、まあ、こんなカゴにつける人はいないのかもしれないですけど、例えばこういうところにこうつけたいなって言って、よくこう、ま、巻きつけたりするの分かります？ここがいいかな。こうやってこう巻きつけてつけたいって思うんですけど、やっぱね反発力がこう強くてね、なんかあんまりこうくっつかない。ちょっとここね残念ポイントかなと思いました。もうちょっとね自由に動く足だったらいいのにって感じ。はい、まあ、ちゃんといいとこ説明しろって話ですね。はい、で、こんなお高級な、袋がちゃんと付属してきまして、今の、まあ、ネックストラップであったりとか、まあ、このライト本体三脚、まあ、もろもろを
こうやって収納して、持ち運ぶことができますよっていうのが素晴らしい。いいですね。はい、なんですが、なんですが、なんですかっていうと否定か。否定形なんですけれども、肯定させていただきましょう。はい、じゃあ今三脚パターンにしました。せっかくなんで暖色にしようかな。はい、暖色で、こうやってじゃあ、まあ、キャンプでもしましょうか。はい、キャンプ、はい、キャンプ中です。今のこの収納袋ありましたね。この収納袋を、かぶせていただくと、あら素敵ね、ランタンになっちゃいました。いいですね。で、今このランタンモードがどうでしょう。非常に明るい。明るいですか。明るいですね。寝るときちょっとうざいでしょ。うざかったら、さっき言いました、これで長押ししていただくと、はい、今一番暗いですね。このモードでやっていただくと、ほら、とっても柔らかい光で、ね、ランタンにすることができますよと。超高モードのついたランタンちゅうわけでございますよ。もちろんね、まあ当たり前ですけど、はい、これ、はい、これが今一番明るいモードか。はい、一番明るいモードで、まあ、これ直視したら眩しいですよね。はい、ランタンにするとか、はい、まあ、こんな感じで、いろいろ各々ね、楽しく使ってみていただければいいんじゃないでしょうか。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まだ終わりません。まだ終わりませんよ。はい、ですね、これに、充電ケーブル、はい、もう充電ケーブルつけましたね。はい、これが今基本セット、ここまでが基本セット。察しのいい方でしたらね、もうお気づきになっているかもしれませんけれども、まあ、いろいろ、操作する中で、こういった、まあ、ネックストラップをね、こう脇から大きいネジでこう止めるようなアクションっていうのをずっとやってきましたけれども、この仕組み皆さんご存知ですか。アクションカメラですね。GoPro なんとかとかね、DJI なんとかとかね、まあ、そういった有名なブランドありますけれども、ああいったアクションカメラの、金具と同じようなサイズ感で、作ってあるんですよ。なので Amazon でじゃあ検索してみましょうか。そうするとちょっとね、どこまで画像を使っているかわかんないですけど、こういった感じで数多くのアクセサリーが出てくるわけでございますよ。ヘルメットにつけるやつもそう、あとはまあこういった、まあ、リュックサックの方縦バンドにこうつけてもいいし、あとそれこそさっき私に愚痴りましたけれども、この足の三脚がちょっとさーって言ったけど、これのもっとグニュグニュって柔らかいやつもあるし、何でもあるんですよ。これら全部が使えますという作り方をしたわけですね。非常に頭がいいね。だってアクセサリー他の会社が全部作ってくれるから。はい、そんなわけでですね、はい、じゃあ、あと、はい、いいとこ全部言ったかな。はい、あ、忘れてました、これですね。はい、USB の、C タイプで、充電という形になります。だこの辺も最新で非常によろしいですね。であとは屋外型 IPX4、取得しております。はい、というわけで、うずめ、ひでしさんオンラインストア掲載させていただきましたので、もしよかったらチェックしてみてください。以上、ひでしさんの動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。